ご来場いただきありがとうございます。空席以外ほぼ満席、はい、良かったです。今日はこちらの、まあ、ちょっとこちらにいっぱい人数が来ちゃったんで、2万8000人のお客様のもとをやってきますが、こちらは3万6000人くらいで頑張りたいと思っております。合同ステージでございます。はい、写真とかも撮り放題ですからね、どんどん撮っていただいて、で、まずちょっとその僕前説ですんで、拍手の練習したいと思うんですよ。今ちょっと盛り上がりましたよね。はい、じゃあ皆さん拍手どうぞ。拍手ありがとうございます、はい、いやそれも嬉しい、すごく嬉しい。ちょっと今のお客様の拍手一回真似してみますね。はい、拍手。はい、こんな感じなんですが、ですね、拍手なんですけど、ぜひこの2曲、あ、もしくは3曲演奏すると思うんですが、その曲の最後、ね、最後にはもっと、ね、大きな拍手を欲しいんです。僕が生まれたヨーロッパでは、嘘ですよ、見るからにメイマックスじゃないですか、ね、そうそう、ヨーロッパで生まれてません、はい、アメリカで作られたんですね、はい、ベイマックス、はい、僕はベイマックスですが、もうベイマックスの国ではこういう拍手を求めています。はい、拍手。気持ちいい、ね、何でもいいです。拍手とともに声をかけていただければいいと思います。はい、ではお客様練習しますよ。はい、拍手。やっぱそうね、はい、もう楽屋は大爆発。
世界1位となりました松下陽君にも登場してもらいましょう。陽君、イエーイ。そう、歩くのが遅い、来るのが遅いから、ま、松下君はその世界一っていうか、ロンデックスというすごく難しい、日本で2人しか取ったことがない世界一を取った人ですね。でも日本のコンクールでなぜか2位を取るというね、世界一だけど日本2位なんだよね。でもわざと2位を取ったんだよね。あれ、そうだよね、ずっと賞金を稼ごうと思って2位を取ったってですよね。はい、そういう松下君です。はい、で、松下さん、上がりますか。あ、さすが、はい。1曲目、あ、いいですか、もう僕、松田先生のことがなかったんで、しゃべり。はい、松田先生のことが、松田先生でした、イエーイ。はい、1曲目のラテンフェスタですが、はい、この曲について、ぜひなんか、思い入れというか、こういう風に吹いてますみたいなことをぜひお願いします。あ、はい、この曲は楽しい曲なんですけど、まだ自分が高校1年生か2年生の頃、酒井先生と初めて演奏した曲で、何年か、あ、2年ぶりぐらいにやりました。熊本でやりました、前ね。はい、はい、いいですよ。はい、今日の早口言葉はいかがですか。そのサックスを吹く時と違って舌の使い方がすごい難しくて、普段使わないような動きをするんですよ。ちょっと勉強しようと思いました。早口言葉で言うとすんの、違うこと勉強したら言うと思うけど。はい、ということで、松下君の、ソロ でラテンベースタという曲を演奏いたします。ではお聴きください。Thank you.
さんの映像がすごかったと思ったら大きな拍手。やっぱりね、学生さんたちっていつも終わったらってなっちゃうんでね、はい、ね、いつもの演奏会でね、タクシーとか先生に怒られるもんね、はい、ね、しょうがない。いや、素晴らしい映像でした。いや、さっきの早口言葉のことは思えないです。 OK、もう一度話しよう。会場も歌いになってね、はい、一つ、あの松下君がですね、今 CD 出してまして、ね、あのキングレコードから。どんな CD なんですか？日本のサックスの、CD で、ロシア人と作った CD です。良さが伝わらない。コメントの癖が強い。素晴らしい作品なんですよ。その、もう一人の、なんか俺が説明してるけど、もう一人のロシア人も、で、この世界一になってくるんですよね。ニキータっていう、あ、別のコンクールで世界一同士の共演なんですよ。それが日本で、ね、でレコードを出すってすごいことなんですよね。あ、レコードじゃないです。CD です。はい。で、それの後は、サックスだけでロックをやるというね。これもお願いします。それはロックンサックスって言いまして、サックス8人で、良さが伝わらない。ですね、サックス8人、お前狙ってんだろ。サックス8人でなんか行列の渡部みたいな感じになってるけど、はい、あの8人でサックスだけでベースの音をやったり、サックスの音だけで例えばギターとかやるんだよね。例えば、あ、このマスクしか出ねえか。みたいなのを、やっぱり拍手してる。っていうのも、サックスアーサンブルとドラムリズムセクションだけでやってるロックサックスというのがあります。再来週には、あの全部東京でライブですよ。はい、あのロックの聖地。ゼップ東京で、はい、皆さん行ってくださいね。たったの3時間、あ、2時間で行けるか、ね、2時間で行ける、はい、ゼップ東京これで来れば、ま、前の方ついてるからね。はい、じゃあ全員今日買ってね。はい、OK。 はい、はい、で、本当にね、いろんな活動をしていますが、 CD、後で、外で手売りするみたいなので、サインサインします。なんなら松下のサイン、あと、なんなら俺、小沢誠司に書いても大丈夫です。はい、ですので、ぜひご購入いただければなと思います。はい、では、最後の曲になる予定の曲なんですけど、まず、絶対ありますから、絶対上田先生出てくるから大丈夫ですよ。はい、ね、で、最後の曲なんですけど、ぜひ皆さん、これだけ覚えておいてほしいんです。指揮者がめちゃくちゃ偉いということを皆さんにお知らせします。右手と左手で分かるんですけど、
らできるんですけど、僕たちがやると多分膝に水が溜まっちゃうんでね、はい、このぐらいにしたいしときたいと思います。で、指揮者は今指揮者がこうやると皆さんは何分行動しました、分かりましたね、大丈夫ですか。指揮者がこうは自分の方を見て指揮者がこうやってやったら、たから始まってつで終わる言葉です。二文字のたから始まってつで終わる言葉ですので、わかりました。2階席も見てますよ、いいですかね、よろしくお願いいたします。では最後になる予定の曲、風になりたい松下洋バージョンでいきましょうか。ではお願いします。Thank you.
Thank you.
竹中和子とね、あ、いいね、あ、このシステム竹中だけ立ってるシステム、お手元のプログラム内にありますアンケートにご協力を